いらっしゃい。どうも。あんたよそもんか。なんでまたこんな小汚い店に。小汚い？味があって結構な店だと思うよ。ふん。注文は。そうだな。衣装を偽造してほしいんだけど。うちは酒しか出されへんで。なんか勘違いしてるんちゃうか。カムロ町の人弁士から聞いてきたんだ。俺はこういうもんでね。悪いがもう店閉めるとこや。帰ってくれ。愛想のないマスターだね。秋山さんか。お宅は？さっき店で話したばかりや。バークレストのマスター？はあ。やっぱりあんたが人弁士？いや、そうやないけど、あんたに会わせたい人間がおる。小福町の駐車場に来てくれ、今すぐに。や、こっちの都合はお構いなし。いやなら結構や。罠か。あんた何者や。名刺渡したろ。スカイファイナンスって金貸しやってるものでね。人弁士を探してる。ただそれだけさ。仕事は遺書の偽造やったな。一体どういうつもりや。何を探ってる。どういう意味だ。もしかして最近同じような仕事でも受けたのかな。あまり舐めた口聞けないようにした方が話がはかどりそうやな。奇遇だね。俺もそう思ってたところさ。死なん程度に痛めつけたれ。悪いけどこっちもいろいろあって気が立ってるんだね。遠慮せずにやらせてもらう。死んでも文句言うなよ。あ、
これでやっと落ち着いて話せるな。くそ。ダイナチアのパク・ミレイ知ってるな。誰も助けに来ないぜ、こんな場所。時間はいくらでもある。素直に話さないとこれ以上優しくできないよ。わかった。彼女の衣装を偽造したんだろ。さな、ただ俺は衣装を偽造したい中客を人弁士に紹介しただけ。その客とは電話で話しただけで直接おたりはしてへん。ならその人弁士を教えろ。そいつのところへ連れてってもらおうか。わかった、案内しよう。もしもし。秋山だけど。はい、あの人弁士見つかりました？見つけるには見つけたんだけどね。ちょっとはるかちゃんに協力してもらいたいんだ。え、私に？何をすればいいんですか？それがちょっとね、抗がん事故町のバークレストに来てくれないか。大至急だ。そこってカムロ町の人弁士に聞いたお店でしたよね。そういうこと。じゃあ待ってるから頼んだよ。ええ、わかりました。いや、待ってたよ。どうしたんですか、秋山さん。人弁士はこの店の上の部屋にいる。実を言うと、このマスターのお父さんなんだ。お父さんって、そうだったんですか。お世話になります。いや。それで、私は何をすれば。これからその人弁士に会う。とにかく一緒に来てくれ。ここだ。はい。モニターに君の画像があったんで、知り合いだと言ってみたらすごい興味を示してね。君をここに連れてくれば何でも話すと。これって最近の人弁士ってのはこんな仕事もやるらしいな。人弁士さん、あなた確か昨日のイベントも覚えててくれたやな。え、知り合い？はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。それじゃいいですね。約束は守ってもらいますよ。ああ、何でも答えたる。ダイナチアのパク社長知ってますね？ああ、この子の事務所の社長さんの名前やろ。あなた、その社長の衣装を偽造しましたか？ああ。誰にそれを頼まれたんですか？客の名前はいつも聞かん。それがこの商売の基本や。せやから名前はわからん。どんな人でした？ちょうどあんたを一回り大きゅうしたような格闘家みたいな体格しとった。多分筋もんや思うけど。俺が事務所でやり合ったやつかもしれないな。パクさんが亡くなった夜に急に頼まれた。パクさん直筆の手帳から筆跡似せて遺書書いてくれ言うてな。多分その時にはもう。
パクさんは亡くなってたんや思うわ。その男に会いたい。どこに行けば会える？今話したこと以外わしは何にも知らん。次にいつ来るかなんてわからんしな。それじゃどうしようもないな。ただその依頼人の男をいっぺん町で見かけたことがある。車の中やったんやが、その依頼人の男が運転して、後部座席には別の男が乗っとった。多分その男がボスや。でもそんな情報だけじゃどうにも。この話はこっからがミスや。実はその後部座席に乗ってた男、最近テレビでよう見る顔なんや。誰ですか？勝谷直樹。今飛ぶ鳥落とす勢いの大阪芸能ってタレント事務所の社長や。大阪芸能？ダイナチェアとは商売敵になるわけだな。大阪芸能の勝谷直樹、そいつがパク社長を殺した黒幕なのか。わしが知ってんのはこれだけや。十分です。ありがとうございます。それはそうと、アルカちゃん、プリンセスリーグの決勝ちゃんと出るんやで。え？実はわしな、若い頃あんたとこの社長さん、パクさんの大ファンやった。社長の？こない偽物ばっかし作るような家業をしとるとな、作り物はすぐに見抜けるようになってまう。作り笑い、作り話、それに顔そのものを作られた人間、全部や。世の中偽物ばっかしや。テレビにしてもほんまのことなんかほとんどあらへんけどな、たまに見かけるんや。ほんまもんの人間がありのままに生きて頑張っとる姿っちゅうの。そういう時、こんなわしでも心が救われる気するわ。人弁士さん、パクさんとハルカちゃんの笑顔には心がある。きっと世の中の行さんの人が見たいのはそういう笑顔や。頑張るんやで、ハルカちゃん。あんたにはパクさんの夢を受け継ぐ資格がある。またテレビの向こう側から最高の笑顔見せてや。はい。まだ何とも言えないけど、大阪芸能の勝谷って男に会ってみるしかないな。今から行ってみますか？いや、明日大阪芸能に直接乗り込む。会社にいる時を狙って不意打ちするのがいいだろうね。君は大阪芸能に顔が割れてるだろうし、俺が行くよ。それでいいね？ええ、お願いします。よし、それじゃあ今日のパクさん事件の調査はここまでにしよう。そういう腹減ったな。どうだい、たまには夕飯一緒に食って気晴らしでもしないか？こっちに来てからハルカちゃんとは暗い話ばっかりだったからな。何でもご馳走するよ。そうでしたね、ご馳走になります。秋山さん、よし、それじゃあ何食べようか。そうだな、大阪って言えばたこ焼きか。いや、夕飯でたこ焼きってのもなんだな。お好み焼きにするか。いや、ちょっと待て、よく考えたらハルカちゃん大阪に住んでんだもんな。そんなもの食い飽きてるだろうし。あの、秋山さん、私は何でも。大阪の名物って他に何がある？フグ？いや、焼肉か。いや、そりゃカニもあったな。え？いや、ダメだ、はるかちゃんはまだ高校生、そんな年寄りが食うようなものを好きじゃないか。それなら、あの…ん？カニ…カニを食べてみたいです。え？カニ？食べてみたいって君。一度も食べたことないんです、かまぼこ以外のやつ。はるかちゃん、
よし、それじゃあカニ道楽行こう。好きなだけ本物のカニ食べていいぞ。はい。もしもし、山浦や。さっき蒼天テレビから明日のプリンセスリーグの降板表送られてきたわ。明日プリンセスリーグに出演してもらうで。ええな。はい。なあ遥か、忘れてへんよね。負けたら大阪芸能に入るっちゅう約束。うん。あんた大丈夫なの？私大阪芸能には負けませんから。大丈夫です、任せてください。オッケー、分かった。ほんだら明日朝一で事務所来て、クリスティーナと私で最終確認のレッスンしよう。言うとくけど、 T セットチューンは心はクズでもダンスと歌にかけたらここ数年でもトップの実力を持ったコンビや。気持ちだけで勝てる相手やない。なめてかかったらあかん。ええな。はい、分かってます。ほんならおやすみ。Thank you.
ん？いえ。え？え？はあ。うん？え？
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長につないでくんないかな。殺されたダイナチア社長パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の和也です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。うちとダイナチアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。勝也さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが怪我をしまして、以来俳優業からは足を洗って今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のいやらしさなんて微塵も感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや、本物以上にそう見えますよ。さっきも言ったように私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより担当直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かにパク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。
私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の遺書は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその遺書を書かせた謎の依頼人はどうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか？なぜ私が？あんたの事務所とダイナチアには浅からぬ因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ？確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと？少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては？さあ、わかりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。どうぞ、これでお引き取りを。どういうことですか？口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか？そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。大阪芸能という組織のトップとして、その噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝也さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃ。もしもし。秋山さんですね。あんたは？パク社長の自殺の件でお話があります。スカイファイナンスの事務所に戻っていただけますか？こっちの質問に答えてないが。少なくとも私は敵じゃありませんよ。それでは。さあ、次はどこのドイツだ？おはよう。ほんなら早速レッスン始めよう。プリンセスリーグの本番想定していくからな。いつもより難易度上げてくで。これがクリアできひんかったら T セットには勝たれへん。踏ん張りどころですよ、はるか。勝てば誰もがあなたを認めることになります。ただし負ければ、この事務所は終わりやね。あんたも大阪芸能に飼い殺しにされる。失敗すれば終わりなのはスターたるもの、いつだって同じです。デビュー前からこの緊張感を知るあなたは恵まれてると言えますよ。はい。
準備はええか？よかったら始めるで。お願いします。ほな始めようか。悪な動きやったわ。うまくいったよね。とうとう仕上がったな、ハルカ。ええ、素晴らしい吸収力です。やはりパク社長の目に狂いはなかったということでしょうね。ありがとうございました。そういえば今日秋山さんは？ああ山浦、気になりますか、あのイケメンが。そんなんちゃうわ。秋山さんは大阪芸能に行ってます。なんやで、なんでまた？大阪芸能の社長に話があるみたいなんです。山浦、そんなことよりそろそろ準備を始めた方がいいのではないですか？せやね。私らは事務所におるから着替え終わったら降りてきて。はい。Thank you.
はるか、準備できたらこれまで通りスケジュール表からプリンセスリーグ確認して。わかりました。はるか、ええか、今日 T セットに勝ったらあんたは日本中に顔が売れることになる。普通の生活には戻れんようになるよ。あら、決めや。やり残したことがあるんやったら今のうちに済ませといた方がええ。わかりました。